はい、漁業 Q&A という第8章ですね、内水面漁業とはというところを説明していきます。第8章ですね、第168条から173条まであります。で、1つは、ここに決められた第5種共同漁業権というものが決められていまして、内水面の第5種共同漁業権、海のにも第5種共同漁業権ありますけれども、内水面の第5種共同漁業権については増殖義務というのが伴いますよと。 で、それから一般の有業者がですね、それを取る場合の有業規則というのを定めます。で、遊、えー、業料を取ることができるわけですけど、それはなぜかというと、この増殖をね、やってるからその代金をもらえますよと、こういった仕組みになっています。それから内水面漁場管理委員会ということで、海域漁業調整委員会に対応するようなものが内水面に作られていて、定員10名で、えー、構成は漁業を営む者と水産同庁の裁判 する人そして養殖または増殖をする人というのを入れますということですねそれから学習経験者も入れてこの内水面漁場管理委員会との構成しますよとこういったことが定められていますまあこれがですね内水面漁業についての第8章の規定のね概略ということになります。